ちは。本日は1キロを5分で走り続けるフォームについて説明していきたいと思います。この動画はサブ4やサブ 3.75 を達成してさらに上サブ 3.5 を目指す方に向けて1キロを5分で走るためのフォームを解説していきます。普段からランニングフォームにお悩みの方というのはぜひ最後までご覧ください。前回も同じように1キロ5分のフォームを解説したのですが、今回は横からではなくて後ろからのアングルで撮影していきます。まず1キロ6分と1キロ5分のフォームでどこが違うか、そしてどういったところが間違いやすいかっていうのを解説していきます。いかがでしょう。皆様どこの違いが気になりましたか。まず今見比べた2つのフォームで一番決定的に違うところ、一番注意してほしいところはどこか。それは体が左右にブレているかブレていないかです。このように体が左右に、上半身ですね、左右にこうやってフラフラ揺れているとあまり体幹が安定しなくてスピードも出なくなってしまいますし、そして怪我もしやすい姿勢です。左右にブレやすい柄というのは着地をした瞬間に着地をした方の足に体が流れていってしまいます。これは着地をした衝撃に体幹、要は横っ腹が耐えれなくなってしまって横に潰れてしまうんですね。よくランナーの方は体幹、特に横っ腹の筋肉をつけろという話を聞いたことがあるかもしれませんが、それはこうやって着地をした時に体幹が潰れないことが一つの原因ですね。もう一つ左右にブレる原因っていうのはお尻の中殿筋という筋肉にあります。着地をした瞬間にこの中殿筋が働かないとお尻が潰れて、要は骨盤が潰れてしまうようなイメージですね。骨盤が潰れてしまうとそのまま上半身も一緒にドミノ倒し、ジェンガのようにガタッと倒れてしまいます。逆にこの中殿筋がしっかりしていれば着地をした瞬間に骨盤が安定して体、上半身が左右に流れにくくなります。この中殿筋をしっかり鍛えることによって着地の左右ブレっていうのも防ぐことができます。これを着地をした時にどのようにランニングで意識をすればいいか、大きく2つ。1つ目は目線が左右にブレないようにする。目線が左右にブレるっていうことは相当体が左右に揺られている証拠です。頭はボーリングの一番重たい球と同じくらいの重さだよって言われていますので、頭がそれだけ横に振られるとそれだけ上半身も一緒に釣られて左右に流れやすくなります。なので目線ですね、目線が左右に揺れていないかっていうのも一番大きなポイントになります。2つ目は着地の時に上に頭を引っ張る意識。着地をした瞬間に体を上にグッと伸ばすことによって体側ですね、体側や体幹の筋肉っていうのは実は働きやすくなります。なので着地をした足をついた瞬間に体を上にグッと伸ばす意識で着地をしてみてください。いかがでしょう。走っている時は今言った2ポイント、特に目線はすごく簡単に意識しやすいので、ぜひねまずは目線のところから意識をしてみてください。では最後に1種目、体幹とお尻、さっき言った中殿筋の筋肉が一気に鍛えれるトレーニングを最後にご紹介していきます。それでは始めていきましょう。今からやるのはサイドプランクといって、見たことがあるかもしれません。すごく簡単です。横向きになってね、こういったねポジションを取るトレーニングです。でめちゃくちゃ横っ腹の筋肉と、あとは膝で地面をこうやって押すことによってお尻の筋肉がねすごく使われますので、めちゃくちゃいいトレーニングなのでぜひね自宅で取り入れていただきたい。やり方簡単です。まずは肩の下に肘をついていただいて、まずね膝をついていきましょう。膝をつくだけでも十分きついです。このまま肘で地面をしっかり押す、胸を張って、この時にね体が上とか下に向かないようにおへそをまっすぐ向けましょう。手は天井にぐーっと伸ばすようにして、膝で地面を押して持ち上げます。このままの体勢で1分です。注意してほしいのが、結構この種目しんどいので疲れてくるとね胸が開いたりとか体がね前に倒れたりしますので、おへそ、さっき言ったおへそをまっすぐに向けることです。そして膝でしっかりね押すことによってお尻の筋肉も鍛えれます。今で30秒なんですが、このままいける方はこの上の足ですね、これを上下することによってさらにお尻、上のお尻も鍛えることができます。さらにまだ余裕がある方は上でキープ。これはねかなりきついです。横っ腹と下のお尻、そして上のお尻も鍛えることができます。あともう少し OK です。
ではね、反対も同じようにやっていきましょう。これね、本当に体側の筋肉とお尻の筋肉めちゃくちゃ強化されますので、結構体幹トレーニング、これ一種目やるだけでも全然違います。では反対も同じように。そして重さの方、余裕だよっていう方は膝ではなくて足のこの側面ですね、こっちでついて行いましょう。ではこのまま上に上げてキープです。あ、これねきついですね。ちょっとやってね、つい方は膝ついても全然いいですよ。無理しないで、ごく無理しません。指を遠くにね、で疲れてくるとこの手をガクンと押して猫背になってしまいますので、しっかり肘で地面を押すことによって横っ腹の筋肉も働きやすくなります。できる方は足を上下、あと30秒です。余裕であれば上でキープ。まだ余裕がある方は上でこうやって小刻みに切る、動くことによってさらにお尻が常に苦しい体勢で使い切ることができます。あと5秒、頑張って。OK です、お疲れ様でした。今やったサイドプランクというトレーニング、合間でも言ったんですけども、このトレーニング、ランニングに必要な体幹、そしてお尻周りの筋肉を一気に鍛えることができますので、めちゃくちゃランニングに有効なトレーニングなので、ぜひね、これやったことないとか、あまり日常で取り入れてないという方は、ぜひね、この1種目だけでも体幹トレーニング、すごく効果ありますので、ぜひ、ぜひ、雨の日なんかやオフの日に取り組んでみてください。はい、いかがでしょうか。ぜひね、体幹トレーニングも取り入れて、走る時も意識をして、ブレない、体がブレない走りっていうのを身につけていきましょう。以上です。本日も最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでは、今日やった走り方やランニングに関する情報というのをメインに情報を配信しております。ぜひね、今日の動画も参考になったという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録まだの方は、これからも有益な情報を出していきますので、ポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次の機会にお会いしましょう。じゃあね。